キラトシは大分県臼杵市出身の元プロ野球選手。高校野球の競合校である柳川浦高等学校に入学。高校野球通算54本塁打を記録。2002年2003年の全国高等学校野球選手権大会に大分県代表で出場したほか、3年時の2003年には首相を務めた。2003年のドラフト会議で、 大阪近鉄バファーローズから二巡目で指名。契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団した。2004年には、かねてから状態が思わしくなかった左肘を手術。一軍昇格の機会はなく、ウエスタンリーグ公式戦での成績も、打率、251盗塁にとどまった。シーズン終了後には、近鉄が、オリックスブルーウェーブと合併したため、 分配ドラフトを経てオリックスバファローズに移籍。近鉄への在籍は1シーズンだけに終わった。2005年には、左肘のリハビリなどの影響で、1.2軍とも試合出場の機会がなかった。2006年には、外野手登録ながら、一塁手、指名打者を中心に、ウエスタンリーグ公式戦65試合に出場。プロ初本塁打を放ったほか、打率26、265、 14打点1盗塁を記録した。2007年には前年と同様の起用法によってウエスタンリーグ公式戦69試合に出場。打率224日本塁が15打点4盗塁という成績を残した。2008年には主に指名打者としてウエスタンリーグ公式戦61試合に出場。同リーグ選抜の一員として出場した。 フレッシュオールスターゲームでは本塁打を放ったことで優秀選手賞を受賞した。しかし10月3日に球団から戦力外通告を受けたことを機に退団。11月開催の12球団合同トライアウトに参加したが、どの球団からも獲得のオファーがなかったことから一軍の公式戦へ出場できないまま現役を引退した。トレーナーを要請する。 専門学校への進学を経て、柔道整復師の国家試験に合格。卒業後の2011年から2012年までは、接骨院に勤務していた。2013年には、以上の経歴を買われて、古巣であるオリックス・バファローズのトレーナーへ就任。同年1月の新人合同自主トレーニングから、新人、若手選手を指導したほか、マラ・のストレッチや、金子千 西野正宏のリハビリなども担当した。2015年限りでオリックスを再び退団。2016年からは福岡県筑紫野市内でキラセッコツインを開業している。ありがとうございます。